現実で叶わぬ相手なら想像の中で勝てるものを幻想しろ。俺が作る。お前にできることなどそれぐらいしかないのだから。俺がお前に使える剣を用意してやる。あの剣は私の。砕けないはずの剣が砕けたのは想定にほころびがあったからだ。投影開始。俺が挑むべきは自分自身。ただ一つの狂いの妥協も許されない。しよう。基本となる骨子を想定し、構成された材質を複製し、蓄積された年月を再現し、あらゆる工程を凌駕し尽くし、ここに幻想を結び剣となす。上回る剣を作ったっていうのに、俺には使いこなすことができないのか。